はい、皆さんこんにちは、ちでございます。大航海時代2、やっていきたいと思います。なんと、今回パート100になるんですね。いやー、大台乗りましたね。まさかまだ序盤も序盤っていうのがねキャラクター変わってとっていうような感じで、ちょっとね、っていう感じですけど、はい、購入しましょう。岩塩ちょっと高いんですけどね。でも仕方がないですね。1。49枚で勘弁してくれか。はい、じゃあ団地妻号に、400何本積めるって言うと400積みましょうか。はい、で、あ、いやいや、銀行、銀行行って、まだ例のごとく、銃。ああ、こっち来ちゃった。で、アムステルダムちょっと銀行見てみましょうか。あれ？あ、これ銀行か。はい、はい、預けましょう。19800と。29が入っちゃったね。19800と。はい、ありがとうございますと。いやー、私ね、あ、まあこれ船出てから言おうかっていうのも、喋りながらやってるとこれ絶対できないわせっかく後悔するっていうのがあるのに ね、今もうゼロにしまいましたからね。で、はい、貧しき者は幸せですと。いやー、貧しき者は幸せ、本当なのかい？それ金持ちの方便じゃないのと思うんですけどね。あ、またゼロ。あー、礼拝もう、で、私これでね、入れてお金がなかった時に何か言ってくれると嬉しいんですけどね。でさ、ちょっと銀行で下ろしていきましょう。で、19800ですよね。はい。いや、かなりね、もう、キャラクにしてから、ゆとりが出てきましたね。さあ、じゃあ、特にすることはないので。はい、補給受けまして、15と。あ、5って入っちゃった。そうそう、これね、先行入力早すぎたらね、受け付けないんですよね。はい、で、行きましょう。で、アムステルダム。で、今回はね、北海というか、北回りの海もね、結構いろんなところが、これもコメント出てきましたね。1の時はね、オスロと、なんかドイツっぽい名前、ウィンナーっぽい名前だった。ウィンナーっぽいっていうか、そんな名前だったと思うんですけど、なんちゃらブルグ？ヨハネスブルグだっけ？忘れました。ごめんなさい。そういう感じのね、ところだけだったんですけども、今回は結構いろいろあるみたいですね。まあ、港の数は明らかに増えてますんでね。まあ、18ノットも出てたら問題ないかなという気はしますね。このまま行ってもいいのかな？別に新造船じゃなくてもね。中古と新造船の違いって何なんでしょうね。耐久力？もう耐久力と言われてもね。あ、素材を軽くしてもいいの？軽いというか、素材を変えてもいいのかな。で、はい、ではまず、また夜。よろいな。アムステルダムにも銀行とあるんだね。はい、宿屋が分かりませんね、まだね。ああ、最悪はあ、で、ここら辺りで見えるかな。教会、宿屋、
銀行どこ？あ、そうだ、あとメルカトールさんの家にしょっちゅうお邪魔する癖はつけといた方がいいって聞きましたね。よエルネスト、今回何だか君の今回の成果を教えてくれよと。チリの報告。なんだ、調査が全然済んでないではありませんか。もっと頑張ってくださいよ。そらそうなるよね。さあ。はい、宿泊しましょう。あとあれだね、猫イラーズをちょっと買わないといけませんね。あ、こっちが銀行なのかな。でも銀行行く前に、よいしょ、こうですね。で、売却で団地妻ね、もう呼び捨てしちゃいましたね。団地妻で行きましょう。はい、商品がありません。あ、一応4万超えましたね。じゃあここで買っていくものはないので、あとはカイロまで行く準備を整えましょう。で、銀行だね。銀行によって教会だね。あー、ギルドか。銀行どこ？結構銀行と教会が離れてる可能性がありますね。これはスナックだから、あ、スナック寄って10人足しましょう。物見10人もいるかな。5人にしときましょうか。乗り組みは間に合ってますぜ。あ、改造しないといけないのか。いろいろ問題があるね。城の女も大問題だし。いやいや、いやはや、いやはや、あれどこだい、造船所。あ、こ、あ、そかそかさ、行きしな引っかかってたね、そういうね。あ、もういいんですけど、その時にもうこのスタートの第一歩が遅いのがすごくね、もう腹立たしくて仕方がない。あ、いやいや、宝珠だとやるじゃないか。やらない。改造修理はいらないでしょ。こいつは壊れちゃいねえなと。改造ね。積載割合変更、はい、これね、35人だったらダメなのかな。40人にしよっか。今30人だから40人にして、武器はゼロで、はい、これでいいです。はい、でこれで10人増やせるようになりましたから。で、これかな。いや違いましたね。あと統率が100になったら食料 70% かなんかに下げてもいいらしいですね。これはいいこと聞きました。なおさらにブラックにできるとね。え、驚いちゃいました。あら、これじゃない、これかな。乗組員編成割合、これをこっちだね、10と。あ、違うわ。さっき40人にしないと。でも甲板なんかいりませんからね。まあ本来甲板いると思うんですけどね。いると思うんですけど。はい。はい、この中でエルネストの30人も集まんの？いやー、いらないんですけどね。はい。はい。これで食事のね、量があれなんですが、あと私の統率どれぐらいあるのか。あ、統率78だね。低いね。まあ、地図見る人に統率なんか本来いらないもんね。ということは、これ統率がある程度90とかいくと、食事制限 90% ぐらいにしてもいけんのかな。そういうアナログ的には置き方するのかね。それとももう100じゃないとダメだよっていうような感じなのかなと。お、猫いらず売ってませんか。あ、売ってないね。あ、そうだ、40人集めたから、割合ね、これを変えましょう。はい、はい、はいと。あ、これでいったね。ちゃんと分かれましたね。はい、30人と10名で。で、
あと銀行と、銀行どこ？あ、銀行がここにあってと。この隣が銀行なんだね。いやいやいや違う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 。およよ？およよ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 。あれれれれれれれ？ほんと港嫌いだ。はい、預け入れましょう。4万、あ、3が入っちゃった。41,415 ですね。はい。あとで3時40分だから、あれですね。もうちょっとしたらあそこも行けんじゃないのかな、占いね。教会、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 どこ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 と。ああ、でもやっぱりリスボンの夫人には勝てないね。あそこ最高だもんね、リスボンはね。真横に銀行と教会だからね。はい。よいしょ。はい。よいしょ。あ、またやっちゃった。また祈っちゃった。はい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 。あ、もうないね。ちょっと測りたいところだね。あの占い屋さん。占いあるかな？いやー、わかんないね。で、船は下かな？造船所が下にあったような気がするんで。あ、いやいや、その前に銀行行かないといけないね。銀行行ってお金下ろしてこないと。4万だね。4万あったらですね、一応、カイロまで行けるかなと思います。出勤ね。で、商業投資。商業投資はしません。戦争を起こしたくないんで、今回商業投資は一切しないつもりです。勝手に上がっていくのを待とうかなと。万が一オランダが破綻したらどうなるんだろうね。ちょっとその辺まで分かんないんですけどね。さあ、はい、出航しますので補給をマックス受けましょう。200と。あ、まあこんなもんでいいですか。はい、出航しましょう。はい、67日か。もうこれカイロまで行けんじゃないの、というような感じで。さあ、コーヒー買いに行きましょう。コーヒーをカイロイスタンブール間を移動していきましょう。ね、とりあえずね、自動で行くとすれば、あれだね、セビリアの方まで。おお、監視範囲めちゃくちゃ広くなった。船旅も行きたいなあ。でもね、ちょっとほんとね。お、集落を発見しました。ちょっと待ちなよ。え、行くよと。でもね、でもね、正直ね、ちょっとお酒はね、ほんとね、もうほんとなんとかしないといけない気がします。よいしょ。はい。で、財宝探検。お、いきなり遺跡発見した。おー、ストーンヘンジ。おー。もう見つからないでしょ。目新しいものはということなので。よいしょ、こうしましょう。おー、幸先いいですね。ちょっとセーブしましょう。環境見ちゃった。セーブね。はい。はい。で、ちょっと待って。あ、そう。で、セビリア、向かうっていうところね。あ、そっち行くのね。愛嬌だね。いやー、幸先いいスタートですね。で、引っかかんのかな、やっぱりそこでまた。あ、引っかかんないか、今回は。
本当あの看板に物見で置いてる人たちって千里眼ですからね。もうめちゃくちゃ遠い、もう対岸というか、山地を挟んで陸地を挟んだ向こうの、ね、港とか見っけたりしますんで、地中海とか黒海とかなるとね、うん、あ、いい時間になっちゃいましたね。じゃあね、この辺で終わっておきましょうか。大航海時代2終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。